カロリーネ・マティルデ・フォン、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルクは、ドイツ・デンマーク系のアウグステンブルク公爵家の公女で、同族のグリックスブルク公フリードリヒ・フェルディナントと結婚した。アウグステンブルク家家長で、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公を称するフリードリヒ8世と、その妻でホーエンド・オーエランゲンブルク公、エルンスト一世の娘、アーデル・ハイトの間の次女として生まれた。 ヴィクトリア・フリーデリケ・アウグステ・マリー・カロリーネ・マティルデ。1885年3月19日に、プリムケナウにおいて、グリュックスブルク公爵家課長のフリードリヒ・フェルディナントと結婚した。夫は1931年に、アウグステンブルク家の男系が絶えた際、名目上のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン公爵位を継承している。姉は、ドイツ皇帝・ビルヘルム・2世の皇后。 アウグステ・ヴィクトリアである。第一次世界大戦終結に伴うドイツ君主制の廃止と同時に、それまでドイツ皇帝一家の隕石として重要な地位を占めていたグリュックスブルク公爵一家は詩人としてひっそりと暮らすようになり、グリュンホルツ城とその周囲の辞書の外に出ることは少なくなった。1931年に心臓発作により亡くなった。 夫のフリードリヒフェルディナントとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。